はい、ありがとうございます。先ほどまでは伊藤さんの国際協力に興味を持ったきっかけから大学院時代何してたのかっていう部分を含めて外務省に入るところまでお聞きしたんですけど、この動画では外務省何してたのかっていうところをお伺いしようかなって思ってます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。早速なんですけど、外務省に入るわけじゃないですか、はい、外務省ってどれぐらいいらっしゃったんですか？12年弱いたんですね、はいはい、実際12年弱で部署って結構変わるもんなんですか？実際ガツッと大使館で仕事したのはミャンマー。あ、そうなんですね、はい、じゃあ国内で働かれてた時はどういうことされてらっしゃったんですか？外務省というか、まあ、役所全体的にそうなんですけど、うん、いろんな部署に行く可能性があって。あ、そういうことなんですね、はい。まあ、僕はたまたま国連とか開発とか割と自分の専門性活かせるところに行かせてもらってましたけど、人によってはもう全然関係ない文化広報とか、うん、経済とかあと安全保障とかいろんな分野があるので。そうか、外務省の中でもいっぱいあるんですね。いっぱいあるんです。本当に何でもあって、はい、国交省への出向とか、うん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 、金融庁出向とかもありますから。あ、そうなんですね、希望は一応言えて、まあ、僕は確かに希望叶った方だと思うんですけど、うんうん、全然自分の本当の関心とは違うところで転々としてる人もいますし、はい、あ、そうなんですね、はい、なるほど。なんかそこってサイクルみたいなのがあるんですか？3年国内で働いたら在外飛ばすみたいな、そういうのもあったりするんですか？あります。基本 2,3 年で移動なんですけど、はいはいはい、今総合職って言われる人たちは外務省の場合は最初2年本省で勤務して、はい、でその後在外研修的に外に出させてもらって、はい、でその後は普通は大使館に行くんですね、うん、でその後戻ってきて、でそこから結構東京が長くて5年から10年ぐらいだと思うんですけど、はい、東京にいてそこからまず在外行ってみたいな。なるほど。じゃあちょっとまず在外から聞きましょうかね、はい、在外はミャンマーですもんね。そうです、直近でミャンマーですね、うん、で在外研修的には中国とアメリカにも行かせてもらって。そうなんですね、はい、実際なんか国でやることは違うんですか？違います。でどこの大使館に行くかっていうのと、大使館の中でまたそれもどの部署に行くか、政治班なのか、はい、経済班なのか、はい、開発協力なのか、はい、文化広報なのか、まあ、領事なのかとかってある。そうなんですね、はい、じゃあ大使館ってただ単にパスポートを発行してるところだけじゃないよというところですよね。じゃあその中でミャンマーの時は何されてらっしゃったんですか？ミャンマーは経済と開発協力で、ミャンマーって、まあ、ちょっと今クーデター起こっちゃって、はい、ちょっと停滞かなりしちゃってますけれども、はい、日本が東南アジアでかなり力を入れて日本の企業をこう進出してもらったり、うんうんうん、開発協力もミャンマーの発展っていうのは結構あの地帯ってすごい地政学的にも重要なところなので、うんうん、本当に自立的な発展っていうところをぜひ実現したいと思って結構支援してましたんで。ああ、そうなんですね、はい、ありがとうございます。ちなみに日本国内でやってた主力の業務って何だったんですか？結果として多かったのは国連関係、幸い、うんうん、は開発関係、うん、ODA ですね、うんうん、特に、まあ、よくこういう収録とさせてもらって話す機会が多いのは SDGs を、2015年に SDGs が採択されてますけど、はいはいはい、その SDGs を国連で交渉する部署にいて、うんうん、2015年に採択されるじゃないですか、国連で、はい、その時にまさにその部署にいて、はい、でその後に SDGs 誰も日本に知らなかったので、まあ、国内広報というか主流化しなくちゃってことで、はい、本当は他の省庁取ってくれるのかなと思ったら、あまりこう、はいはいはい、なんか SDGs 何みたいな、やっぱ国内の省庁もそんな感じで、はい、じゃあもうしょうがない、外務省が国内広報やるみたいな、はいはいはい、普通外務省は国内広報やんないんですよ。ですよね、普通は。でもだからもうやんなくちゃいけないから、じゃあ前やれみたいな感じで言われて、チーム的なのも総括的になって、芸能事務所と組んで、うんうん、まあ、SDGs で単語をとりあえずばらまくのと、サステナビリティ関心持たれてる方たくさんいるので、そういう人たちはどういう風にして SDGs 文脈でやる、サステナビリティ文脈でプロジェクトやってもらうか、ビジネスやってもらうかっていうのを深掘りするようなところでブリーフィング行ったり、 SDGs アワードっていう、はい、今結構政府の中で注目されてありますけど、はい、日本モデルとしてイケてるサステナビリティの取り組みみたいなものを年に1回表彰しましょうみたいなものをやってみたりとか、うんうん、そんなことをつらつらとやってました。そうなんですね。今で言うと SDGs っていうワードって誰もが知っているようなワードになってるじゃないですか、うん、はい、でも2015年って全然そんなことなかったですよね。ないです、うん、これ何がきっかけでここまで広がったと思うんですかね？当時岸田外務大臣で、はいはいはい、紀藤さんとか、まあ、小坂大魔王さんとか、はい、ニューヨーク行って岸田さんにいろんな日本政府がこれからパブリックとプライベート官民連携でやるんだって言って、うんうんうん、パブリックプライベートアクションフォーパートナーシップ PPAP とかで無理やりこうつけてやったんですけど、単語が浸透して社会にとっていいっていうのがやっぱ日本人の人たちの心地よさみたいなのがあるのかなと思いますけどね。なるほど、まあ、SDGs 単語がなんかあまりにも広がりすぎちゃったんで、うんうん、僕はどっちかというと今 SDGs 最初に2030で終わっちゃうゴールなので、はい、もうちょっと骨太というか深いところの持続可能サスナビリティっていうのは何なのかなっていうのをじっくり考えるタイミングも必要かなと思ってるんですけど。そうですよね、まあ、今はワード選考になっちゃって、うん、本来あるべきどうなんだっけっていうのも考えないといけないところもありますよね。でまあ広がって世の中にとっていいことみたいな、経済と社会と環境がこう調和された社会みたいなところが広まったのは良かったなと思うし、 SDGs で単語をばらまこうと戦略の人だった諜報に関すると、まあそれはそれなりに良かったなと思ってるんですけど、はい
ですけど、あとやっぱ深掘りの部分ですよね。そうですよね。ちょっともう少しだけ聞いてもいいですか。 SDGs ってめっちゃ広まってるじゃないですか、はい、一方 MDGs って全然広まなかったじゃないですか、はい、これなんか違いがあるんですか。広報ですか、これって。よく言われるのは MDGs は保険とか、あーなるほど、フォーカス絞っちゃった、フォーカスがある程度絞られた、はいはいはい、あれは国連のどこの部署か忘れちゃいましたけど、そこが起案してで出してきたものなんですけど、 SDGs はいろんなステークホルダーで加盟国の交渉をがっちりやって決めたと。あ、そうなんですね、はい、なるほど。交渉でポスト MDG どうするっていうのは多分2012年ぐらいから始まってたんですけど、うん、国もそうだけどいろんな NGO の方とか企業の方とかも入って議論して、うん、で最後は国が193カ国加盟国が議論して、これ入れろあれ入れろ、いやこれはいらないみたいなものを作っていったと。なのでまあ皆さんそれなりに当事者意識っていうのが各世界に広まった、うん、そういったところ広まりがあったっていうことだと思うんですね、うん、確かにステークホルダーが自分ごととして捉えられるかどうかっていうのは結構大きいですよね、うん、と思いますね。ああなるほど、そこの違いがあったんですね、うん、なるほど。ちなみに12年弱ぐらい外務省にいたじゃないですか、はいはい、自分が一番もうやりきったなって思うのってその SDGs ですか。割と開発系の話はインドチームのちょっと総括的にもやらせてもらったんですけど、インド ODA、 今日本って一番インドにお金出したり、まあ、支援たくさんしてるんですけど、まあ、そこら辺も面白かったですし、まあ、あとはやっぱまんべんなく何か特化してというよりはそれなりにいろんなところで面白いことはさせてもらったなと、はい、スキル的なところでも段取り能力だとか、うん、自分の頭で考えなくちゃいけないなとか、うんうん、流されてはいけないとか、はいはい、でちょっと面白おかしくやるとか、はい、そういうところは結構勉強になったかなと思います、ね、あそうなんですね、はい、僕のイメージと全然違ってたんで聞いてみたいんですけど、はい、外務省ってお役所なイメージがあるんで、うんはい、そういったところのクリエイティブ性みたいなところ、うんあんまりつけられないのかなってイメージあったんですけど、うん、でも実際はそんなことないんですね。これは人によると思います。やっぱ外務省とか役所というよりも大きい組織と似てると思います。商社とかメーカーさんもそうなんですけど、ある程度クリエイティブなことを発想として持ってる方結構いらっしゃってて、外務省なんか結構面白いなと思う人普通の組織よりは多いと思うんですけど、うんうん、クリエイティブさを気にして起案しました、はいはい、であとはどこのボタンを押してどこまで上に上げた時にそれがアウトプットでそのままいくかどうかっていうところでスルッといけば結構このクリエイティブのところができるし、途中でやっぱ丸まっちゃうとちょっと丸まったなとか、そういうことなんですね、はい、なるほど。じゃあそれは持ってき方も正直あるみたいな感じなんですね。そうですね。なんで日本政府が一番最初に国連で SDGs の取り組みをプレゼンした時に、はい、岸田当時の外務大臣のいろいろプレゼン資料を書いたんですけど、うん、実は本当に言わせなかったギャグの一節があったんですけど、さすがにそれは途中で削られましたあでもそこまで提案とかは全然できるもんなんですね。そうですね。最初に起案するのが僕らぐらいの中堅ですね、課長補佐ぐらいって言われるんですけど、うん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 、その人たちが起案を最初するので大体。なるほど。あとは上がふーんって言って終わるか、はい、ダメって言われるかなるほど、ありがとうございます。ちなみに、まあ、今12年間外務省にいらっしゃったわけじゃないですか。外務省に働く人として向いてる人向いてない人みたいなのって分けられます？おそらくみんな言うのは人付き合いが好きな人、はい、人とのこう会話とかで相手の話を引き出すとか、やっぱ最後外交って人と人っていうところがやっぱ大きいので、はい、そういう意味で外国行ったりするともう本当に直に外国の外交官とか現場の企業の方とかと話して関係作って、お互いに貸し借りじゃないですけど、はい、こっちいいことしてもらえばじゃあやっぱ今度やんなくちゃねみたいな、そういう話になってくるんで、やっぱり人付き合いが上手い人っていうのは外交官に向いてると思います、それが前提だと思いますけど、やっぱそこは基本的なスキルとしては持っておかないといけないってことですね、はいはい、それがおそらく経済やってる方も開発やってる人も、はい、多分外務省員であれば、まあ、そこを前提とは皆さん言うと思います、うんうんうん、それにアドオンして専門性みたいなところも求められるものなんですか？専門性あるに越したことはないですね。あそういうことですね。なので入省した時に言われたのは、うん、専門性は軸にあるものは何かっていうのは見つけてくださいとは言われて、まあ、僕の場合幸いのことで、まあ、開発とか経済文化広報って方もいますし、さっきのビザとかパスポートみたいな感じのところだとそういう専門にやってる方もやっぱいらっしゃいますし。ああそうなんですね、はい、まあじゃあ外務省の中でもいろんなことやってるんですね。そうですね、まあ、かつ一般の人たちから見たら近いところでしか判断できないじゃないですか、うんうん、だからビザとかそういったところに大使館がやってることみたいなのは、はい、そういうイメージ湧くんですけど、はい、実際はそんなことやっぱないんですね。そうですね。外務省の領事関係だと一つの重要な要素で、他にもいろいろやってるっていう、基本表に出てこないですね、やっぱ政治とか経済やってると。まあでも裏方が一番大変ですけどね、うん、そうですねそうなんですね。ありがとうございます、はい、じゃあちょっと外務省のお話をこの動画でお聞きしたんですけど、その経験を得てじゃあ今何してるのかっていうところは次の動画でお聞きしたいなというふうに考えております、はいはい、はい、じゃあこの動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。